ユーハン・ヘルミク・ルーマンは、北欧で最も重要なバロック音楽の作曲家。北欧では、スウェーデン音楽の父や、スウェーデンのヘンデルと呼ばれる。実際ルーマンは、ロンドンに留学して、ヘンデルに入門し、イタリアバロック音楽の様式について、薫陶を受けている。ルーマンはスウェーデン王宮礼拝堂付きの音楽家であったユーハン・ルーマンの家族として、ストックホルムに生まれた。ルーマンという姓は、先祖が住んでいた、フィンランドのラウマという場所に由来する。ルーマン少年は、はじめ父から音楽教育を受けたらしい。1711年にバイオリン剣を覚え奏者として王宮礼拝堂の一員となった。1715年頃王の許しを得て海外で勉強を続けることになり、ロンドンで6年ばかりを過ごした。大半はヨハン・クリストフ・ペープシュの下で学んだと思われ、フランチェスコ・ジェミニアーニ、ジョバンニ・ボノンチーニからも影響を受けた。中んづく、ヘンデルの音楽はルーマンに、後々まで残る深い印象を与えた。1721年、スウェーデンに戻るとすぐに、王宮礼拝堂の副学長に任ぜられ、6年後には、スウェーデン王立管弦楽団の首席指揮者の地位に就いた。1720年代には公式の活動に専念し、礼拝堂の活動が大幅に改善された。1727年、トラベルソ・ビオローネ・ハープシコードのための12のソナタ集が出版され、これがルーマンの生前に出版された唯一の作品であった。1731年にはスウェーデンで初めて一般聴衆向けの公開演奏会を開いた。1730年にルーマンは結婚したものの、4年後に妻は死去した。1734年、スウェーデンを離れ、オーストリア、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの各国を旅行した。ストックホルムに戻ったのは1737年になってからで、多くの作曲家の貴重な作品を持ち帰って、王宮礼拝堂で演奏した。1738年再婚した。1740年、新しく設立された王立科学アカデミーの会員に選ばれた。ルーマンの成功続きの経歴も、1740年代に入ると陰りを見せ始める。最大のパトロンであったスウェーデン女王ウルリカ、エレオノーラが1741年の末に死去したからである。また1742年に入ると、ルーマンの活動は健康問題で妨げられるようになった。1744年には彼の代表作の一つ、ドロットニングホルムの音楽と呼ばれる曲集を作曲した。これは24の楽章からなる組曲で、後のスウェーデン国王、アドルフ・フレドリクと、プロイセン王女ロビーサ・ウルリカが1744年8月に、婚礼を挙げた時の祝宴の音楽である。しかし皮肉なことに、この二人のおかげで、ルーマンの経歴は、さらに陰っていく。新しい日には、音楽の趣味がなく、夫は礼拝堂の運営を極めて厳しくしたからで、ある。そしてこの年、2番目の妻までもが亡くなり、彼には5人の子供たちが残された。1745年、この数年間に急速に進んでいた聴力の衰えが、激化してルーマンは、王宮礼拝堂の学長を退いた。南西スウェーデンのカルマル市に近いリスビー郡に落ち着く。1751年から翌年にかけて一度ストックホルムを訪れて、戦王フレドリク一世の葬礼と、新王、アドルフ・フレドリックの戴冠の音楽を指揮した以外、晩年はヨーロッパ各国の論文をスウェーデン語に翻訳し、宗教的なテキストをスウェーデン語に置き換える作業に明け暮れた。1758年、リスビー郡の自宅でルーマンは亡くなった。それ以来、彼の作品は忘れられることなく、死の9年後、作品を保存している王立科学アカデミーが追悼式典を行った。ルーマンの作品は1810年以降、草稿の形で発見され続けている。おそらく最も有名な作品は、ドロットニングホルムの音楽。これに次いで有名なのが、ドロットニングホルムの小音楽の別名もある、組曲二丁調である。無伴奏バイオリンのための作品集や、トリオソナタ、チェンバロ組曲も残している。ルーマンの作品は、イングマール・ベングットソンによって分類、整理されていて、気学局はBeRI番号、声楽局はRo番号で呼ばれる。以下の経歴は英語版ウィキペディアによる。ありがとうございます。